죽음에 대해서 한번 진지하게 고민해본 적이 있나요? 언젠가 나에게도 죽음이 올때 내가 어떤 마음으로 그 죽음 앞에 서 있을까? 그러면 내가 어떻게 살아가야 될 것인가? 현대에 있어서의 가장 큰 문제는 죽음이 죽어버린 것. 사람들이 생각하는 삶하고 죽음하고 경계를 한번 좀볼수 있는 공간인 것 같아요. Come here to spend their last days because they believe if they will die in this city, then they can achieve the mulch, which is salvation. 로마 박해의 순간 그 너무나 어려운 시대를 지나가면서 예수 그리스도 하나님의 아들 메시아라고 고백을 했던 거죠. 팔과 함께하는 어둠을 택하는 것이 믿어지는 사람들이 있어요. 당시 제 상태는 허리, 가슴, 척추, 골반 쪽에 뼛속까지 암이 이미 퍼져 있었고 <목소리> 어떻게 나한테 이런 일이 있지? 나는 그러면 죽는 거야? 살고 싶지 않다. <목소리> 전화가 와서 저한테. 우리 교회 사람들로 해서 축복이 되어주고 있어 기도를 시작했어 한 타이밍부터 제가 부작용이 없어진 거예요. 아내 아직 암에 걸린 게 문제가 아니라 내 영혼이 완전히 죽어있었구나라는 걸 알게 됐거든요. 야 내가 암에 안 걸렸으면 어째 버했어 암은 아, 뭐 이제 봤더니 선물이었어. 죽음은 희망이구나. 그럴 수 있다. 아플 수도 있고 가는 과정이 고통스러울 수도 있고 근데 고통 없는 부활은 존재하지 않는다는 것이죠. 상은. 이게 부활의 증거인데, 오늘날 우리 사회에서는 이 상은을 가진 교회, 상은을 가진 성직자, 또 상은을 가진 신앙 하는 사람이 한 폭이 드물다. 나에게도 이 상은이 없다. 皆さんこんばんは今復活その証拠の映画に出演したチョン・ジョンと申します皆さんお会いできて嬉しいです私は有名なものではないので初めて私を知ったという方のために自己紹介します私は今がん患者です 86回目の抗がん治療中ですもともと今日はは87回目の抗がん治療を受ける日なんですが実は86回85回終えた後がんがもっと大きくなってしまいましたで薬を変える過程にあるんですけどで体に今注射を入れる管のところに炎症が起きてそれを取り除く手術をしているところで 3週以上、今、治療を受けてて、昨日糸意図を取りました、で、ここに来れました、ダニエル祈祷会に来てほしいという連絡があったときに、何も考えず、今、私が主を愛しているだろうか、これはまず自分自身に問い正し、そしてそれを今日のテーマにしました。 実,実は数週間前までスケジュールは決まってたんですけどこのスケジュール私がもしマットできなかったらどうしようと心配しました2週間ほど前痛みも始まったのでどうしてもダニエル祈祷会行けなかったらどうしようという不安もあったんですけどあ主のスケジュールだから主がお許しくだされば行けると。 もし何かあってこの場に行けなかったらそれは神様がそこは行かなくていいよとおっしゃってくださるというふうに考えましてそしてお祈りをする時私は私の殻だけ行きますいつもそうであったように御霊が臨在してくださってこの場に神様が必ず臨在してくださいとお祈りをし感謝にも本日自分の足で歩いてここまで来れました。 新型コロナでで皆さん大変ですよね私もすごく大変だったのが礼拝のところつまり教会に行けないのがとても悲しかったです私がいつも生きているということを感じるところが教会礼拝の場所だったんですが新型コロナのせいで行けなかったですでも今日は久しぶりにこのように礼拝の場所に来れて大勢の方の前で一緒に賛美をするんですけどさっきすごくその喜びが胸あふれて今朝はもう私が私が 愛を主の愛を周りに伝えようとしたけれどもそれをどういうふうに伝えるべきか喜んで伝えなければならないという今日主のメッセージをいただきまして皆様にその喜びを分かち合いたいと思いますとりとめのない話になるかもしれませんがなぜ私が,ががんにかかったからから申し上げます私は今47歳ですマンディうと46歳です私ががんにかかったのは38歳ぐらいです8年ほど前です 8年前なんですが2012年10月27日がんにがんっていう判断が出ました医者の最初の言葉が「手遅れです」っていうふうに言いました私が何で手遅れになるまで発見できなかったというと普通乳がんは発見が一番簡単だそうですでも私がすごく怖がりだったんです外で、 私が普通の生活する時には誰も私を怖がると思わなかったと思うんですけど小さい時から私は病院に行くのが大嫌いで注射の針がすごく怖かったです。またお化けも大嫌いで怖かったです。もっと怖いのがまた虫です。怖いのがすごく多いんですけど病院に行くのは本当に恐ろしくて少し病気になって痛かったらそれを隠していました。病気になったら病院に連れて行かれると思って。でもも大きくなっても もうその癖が残ってて病院に行かないまた会社生活してて忙しくて病院になんか行けないと言ったんですけどすごく痛みをある日感じました自分で愚かだなと思うほどずっとその痛みを我慢してましたで1ヶ月ほど痛みを我慢したら痛みがなくなったのでああよかったって思ったんですけど1ヶ月後からまた何が起きたかというと私の胸の形がだんだん変わってきました でそれさえも知らんぷりして病院行ったらなんか怖い話聞きそうだなと思って行かなかったんですけど友達の母が私をサウナに連れて行こうとして私が行こうとしないなということを見て病院に無理やり連れていきましたで先生にその時言われたのが手遅れですでその時に気分はどうでしたかってよく聞かれるんですけど 何も感じませんでした耳でピーっていう音が聞こえるだけででこれが自分の話じゃなないような気がしましまた何が,起きてる何が起きてるんだろうありえないって思ったんですでも帰ってくる車の中ですごく泣きました詩について一度も考えたことがなかったわけではないんですね。 大変だった時に死にたいというふうなことも考えたがありまして、私ももし仕事しててうまくいかなかった時には遺書も書いたことがあります。でも私が選択する死と選択できない、もう死ぬしかない、結局死ぬしかありませんよと言われるのは全く違います。 で私の心の中ですごく悔しいまた悲しいまたすごく自分自身がかわいそうな感じがしましたそして涙がどんどん流れるんですけど自分でもびっくりするぐらいの涙の泣く声でした獣が泣くような声でしたで家に戻ってきてもともと私その時ある知り合いのお姉さんがいてで親しくしてたんですけども その方がクリ,クリスチャンだったんですねで私が一緒に仕事をしてたんですけどもうお仕事できないって言って電話して「明日から,病院あの明日から会社に行けない」って言ったんですね「でなぜ?」って言われて「がんなの?」って言ったらそのお姉さんが自分の信と仲間に連絡をして大きな病院で検査を受けるようにしてくれました大きな病院で検査を受けるのは本当は数ヶ月かかるんですね 私が両親に黙ってやろうとしたんですけどもでそのお姉さんが紹介してくれてすぐ病院で検査をしたらでこれは誤診ですって言ってくれたらどれだけいいだろうと思ったんですけどその大きな病院でもやっぱり手遅れですって言われましたで私の家族たちにも結局これを全部明らかにしてみんなもうだめだと思って早く治療を受けようとしました。で 知人,の知人の中にソエギョン先生というピアニストがいるんですけどその方が乳がんの手術をしたのでその方に直してくださいってその人の紹介を受けて直してくださいって言ってで知人に紹介をしてもらって抗がん治療に入ることになりました最初がんだって言い渡された時の気分が今も 生々しく残ってます自分ががんにかかるなんて思わなかったんですけどもで相手に私がんなんですっていうのがすごく怖いです今は自然に誰にでも言えるんですけど以前は私がんなのっていう「が」の瞬間から涙が出てきました私は自分ががんになってから数日間誰にも自分ががんになったなんて言いませんでした。プライドも何か傷つけられますし自分が結局 巻にななったような気がして何も言えませんでしたでも先生たちがお医者さんたちが手れ「手遅れ手遅れ」って何度も言うのでもう死を迎えるようになったんですね。で結局もう嫁いくばくないって言われたので諦めるしかないかなと思ったんですけどでも死という単語はもう 私はこの世の中で消えてなくなるんだなと消えてなくなるって何だろうという気がしました何で私にこんなことが起きるんだろうがんという単語は考えただけで悲しくて死という単語は絶望でしたそれでこの2つの単語が自分の人生からなくなることを願ったんですけどもがんじがらみになってました病院で治療を受けたんですが病院の治療を受ける時に 今はその薬が何か正確に分かってた分かってるんですけど、その時は知らなかったんです。薬はすごく強い薬でした。で、最近までずっとその薬を注射を受けてたんですけども、乳がんにかかった人には一番強い薬なんですね。もともと婦人科の抗がん剤が一番強いそうです。で、薬をミックスして注射を受けた注射を受けたんですけど、最初に注射ショックがありました。 植物人間状態になってししままいました体が硬くなって目は見えるんですね考えることもできるんですけども声も出さない息もできないような状態になってしまいましたその時私が考えた死というのはすごくかんあっさり死んでしまうコロッといっちゃうなという気がしましたでも病院で措置を受けて正気になって戻ってそれからあとは抗がんの副作用が起きました。 一日一日と抗が,の副抗がん治療の副作用が出てきましたもともとすごく元気な人だったんですけどもだんだん副作用が出ながら何も人はできないなと思いましたそれまでは頑張れば何でもできると思ったんですけどももう何もできないと挫折することになりました第2次抗がん治療の時にはこのまま死んでしまいたいと思いましたもう 髪の毛も全部抜けてしまって自分の顔を見るのも嫌だしこれ以上吐くのも嫌だしまた生理現象これもトイレに行くのもすごく自然なのにそれがどれだけ感謝するものなのか分かりました食べることもできないトイレにも行けない本当に大変でしたその状況から逃れるためには死ぬことしかできないと思いましたでも自殺する勇気はありませんでした 死にたいと思いいましたいきなり私に伝道したある姉妹のことが思い出しましたがん診断を受けた10年前に私に「長ョイエス様信じなかったら地獄に行くんだよ」って言われましたその「地獄に行く」という言葉が本当に嫌な気分になりましたあんな風に伝道するなんて信じられないと思いました本当にひどいと思いました そんなふうに伝道するなんてそんなこと言って誰が信じるのと言いましたそして他の人もそういうふうに伝道しちゃ駄目だよって言いましたそして私には絶対伝道しないで絶対信じないからと言いましたでも死について考えてるその時期にイエス様にイエス様を信じなかったら地獄に行くっていう言葉が頭の中でずっとこうぐるぐる回っていたんですイエス様を信じななかかったら地獄に行く本当かな 体はすごく大変だったんですけれども、四面損化の状況でした。でも、その時神様を探しました。神様、今すごく大変です、死にそうです。神様、生きていらっしゃるんですかあなたが生きていらっしゃるのか知りたい。でも、私にはなぜ現れてくださらないんですかとお祈りしました。そして、諦めたんですけれども、電話がかかってきました。そのクリスチャンの姉妹、その人が、長軍大変でしょう。 私が祈ってあげるよと言いましたその時それを聞いた時に さっき神様を探したんですけれども電話がかかってきた何かつながってるんじゃないかなというふうに思いましたそれでその姉妹にこのような症状がないようにお祈りしてくださいというふうにお願いしましたそしたら必ずお,、ね、お祈りするよというふうに言ってくれましたでも他の人には絶対言わないでねと言いましたでもその姉妹が次の日に教会に行って教会信徒1000人以上いるその教会で鳥なしの祈りを要請したんですそして私のためにお祈りするその声を聞かせてくれました その時はすごく嫌な気分になりました。今すごく不幸な状況なのに私はもっと不幸にしてるんだと思いました。でも私が今弱っている状況だからこんなお願いをした自分が悪いというふうに思いました。でその後3回目の抗がん治療を受けたんですけれどもその時から症状が現れませんでした。小さな症状などはあったんですけれども本当に大したことない症状でした。でその時 まさかと思いました。偶然だと思いました。でも4回目の抗がん治療を受けたとき、その時は体から力がみなぎってきました。外に出ることもできました。外に出たらすぐ熱が出てたんですけれども、全然平気でした。その時は真剣に悩みました。何かあるかもしれない。でも私は余命宣告を受けて、何かあるかもしれないけどわからない。どうすればいいんだろう。そそしてその後自分も いきなりこう調べてみようというふうに思いました、今やることもないし、時間もあるから、調べてみたらいいと思いました、それで調べてみることにしました、そしてその姉妹が通っている教会についていきました、でそこに行ってすぐ、教会の方々が私を歓迎してくださいました、そして先生があの姉妹のためにみんなで祈りましょうというふうに言ったら、みんなが主よというふうに叫んで祈り始めましたで、初めて聞いたそういった言葉を聞くことになりました。 その時後悔しましまたここは本当に悪魔がうざうざいると思いましたここから逃げなきゃだめだと思いました教会に来なければよかったと思って逃げ出しましたでも次の日朝目を目が覚めて思ったんですけれどもなぜか私が負けちゃったような気がしました怖くて逃げちゃったそして重要なのは神様が生きていらっしゃるのか確認できなかったもう一つ重要なポイントは 私のことを大切に思ってくれるその姉妹が変な集団の中にいると思いましたそれで私が行こうともう一度戻ろうと思いましたそして神様にひざまずいて神様生きていらっしゃいますかベッドの上で教えてくださいそして生きていらっしゃるなら教会に対する分別する力を与えてください変な人がいっぱいいるから教えてください そしてもし変なところであるならばその姉妹を救うことができるように助けてくださいとお祈りしましたそしてバスに乗ってチュンチンに行きましたバスの中でいきなりちょっと暇だなというふうに思いまして本を見たんですけれどもカバンの中に本がありましたその教会で前日もらったものでしたで読んでみたんですけれども敵を知らなければ 戦えないというふうに思いましてそれで読み始めましたで人々が私にイエス様を信じなさいというふうに言う場所ではなく自分だけの空間で本を読んだそれでクリスチャンを見たらいつも警戒していたんですけれどもそういう警戒心がなくなってリラックスした状態でその本を読むことができました最初エゼキエル賞を読んだんですけれどもすごく面白かったですそしてその後ローマ人への手紙 を見たんですけれどもその御言葉は全ての人が心に神様を置きたくないというふうに考えた神様を置きたくないというふうに考えるのが罪であるそしてその次五章十二節このように全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったというふうに書いてあります私がその時死に関しすごく興味があったので 神様をこの中に置こうとしなかったというところ私のことだというふうに気づきました何で私と私の話がここに書いてあるんだろうというふうに最初は思ったんですけれども何かこの中にあるというふうに思いましたそして最初から読み始めましたでそこの一番最初の章に素晴らしい内容がありました「使徒の働き17章31節なんですけれどもそこに神様が私たちに確証を与えてくださった。 それが何かというとイエス様を死者の中からよみがえらせたイエス様をよみがえらせたイエス様が復活されたつまりすべての人に与えた確証はこれだというふうに書いてあったんですけれどもイエス様が復活したという言葉がすごく嫌な感じだったんですけれどもこれがもし神様が与えてくださった確証であるならば結局私が気になるのは地獄があるのかどうかでした地獄があるのか目を閉じたときに 地獄ががあるのかかどうかそれが気になったんです天国と地獄があることを確認するためにはイエス様が信じていらっしゃるのかを知る必要があるそしてイエス様が生きておられる神様がいるということはイエス様が復活したことが分かればそれを確認できると思いましたでもあまりにも昔の話なのでどうやって確認すればいいんだろうと思いましたで頭の中をよぎったのがすごく変だったんですけれども今日何日だろうというふうに思いました今日何日だろう B.C. と A.D. が思いつきました。B.C. が BeforeChrist、A.D. 何だったっけそしてネイバーを検索してみました。A.D. があのドミニということなんですけれども、それはキリストの年という意味です。キリストが生まれる前と後ということですね。キリスト、イエス様と関係があるということにショックを受けました。この人は神様 でもこれは作り話ではなく神様が今私たちが生きているこの時代この日にち時間の基準になった人であるでもこれはどうやって基準になる人が存在し得るのだろうかこれは作り話じゃないというふうに思いました。 そして今否定しても神様、イエス様は復活されたというふうに理解できました BC と AD の基準となったということは全世界の人がみんながこの時間を共有している神様がだからこそ全ての人がその時間の基準にしたんだというふうに思いました私が否定したいし信じたくなくてもでもイエス様復活された私が信じても復活された私ががんにかかって 死んだとしてもとにかくイエス様は復活された生き返ったとしても復活された私の状況がいくら変わっても変わらない事実歴史の中で定まっている固定されている事実それはイエス様が復活されたということですその時理解することができましたイエス様は復活されたそしたら神様が生きていらっしゃるということだじゃあ地獄と天国が存在するんだと思いました どううしよう私地獄に行くかもしれないどうすればいいんだろうそれで本を読みましたでみ言葉がすごくちゃんと整理されていたんですけれどもイエス様が復活されたのが確実だというふうに理解ができたのですべて聖書の御言葉が理解できました時が満ちた悔い改めて福音を信じなさいそして悔い改めという単語が目に入りましたクリスタンが道路で 悔いたらめなさいというふうに十字架の上で神様が亡くなったイエス様を信じてくださいというふうに叫んでいたのが思い浮かびました。私はその昔は死んでくださいというふうに言ったことないのにということを思ってたんですけれども、とにかく悔やるためどうせどうすれば悔やためることはできるだろうか。そしてその次なんですけれどもヨハネの福音書16章9節なんですけれども罪についてというのは彼らが私を信じないからですという御言葉。 私の考え全て心体全部私が自分が主人だというふうに思っていたんですけれどもでもそこには創造主がいらっしゃるから創造主が主であられるそしてその創造主がイエス様を呼んでくださったそして私たちの代わりに十字架につけられそしてその主を私たちは信じなければならないという説明が出てきました。私の 私自身の主人私,私自身の主は私でしたというふうにその時思いましたでその私自身の主が私であるということが罪であることに気づきましたそしてそのそこに書いてあったんですけれども自分が主であったその場から降りてきてイエス様を受け入れれば受け入れればいいというふうに書いてありましたそしてヨアネの「黙示録」「君は私は都の外に立って」 で叩いている心のその扉を開いてくれたら私は入ってくるという御言葉がありますこれが本当に愛の御言葉として聞こえてきました私が自分の主人だと思っていますそれが何かというと自分勝手に自分の思い通りに生きていくこの体も私のものだというふうに思っていたんですけれども創造主がいらっしゃって私は被造物つまり 主がいらっしゃるだからその主を私たちを,私,を私が主を受け入れなければならないと思いましたバスの中で万歳というふうにコロナで叫びましたなぜかと言いますと救われた今までクリスさんが一体何なのかということを気になっていたんですけれどもそれが明確になったからですイエス様を握りしめないと天国に行けないということに気づきました私が道 命、真理である私を通してではなく、通してでなければ誰も主のもとに行けないという御言葉があります。今までの目的、生きてきた、その前は地獄に行きたくないという考えばかりだったんですけれども、その後は天国に行きたいというふうに考えるようになりました。わかりました。 もう私気づいたので、主よ私の中に入ってください。私のかから体と心、そして私の頭、すべて主のものです。私は自分の主人になりません。主になっていく。主が私の主になってください。私の体も主のものだから、あ、がんの、癌も主のものですね。は、よかった。これ持ってってください。本当私、体の中に置くの嫌ですって言ったら、後に自由に放たれました。教会に入って扉を開けたら、 私が以前は悪魔だと思ったんですけども目から鱗が落ちてわあこの方たちが天使だったかりだった私のためにこの人たちが死のためにお祈りをしてくださったということを気づきましたこの方たちが私のために神様の,の方にお祈りをしてくださいましたそして祈りの答えをしてくださいました私が以前悪魔だったから この人たちが天使見つかりだったことを知らなかったんですね。で、それをに気づいた後、牧師先生のメッセージすごく耳に良く入ってきました。その時何ておっしゃったかというと、牧師先生が歴史的にイエス様は復活したのは確かなものである。聖書の御言葉通り生きるのが人生の答えですってその時牧師先生がおっしゃいました。なるほど、聖書を読まないといけないなと思いました。私はイエス様今、 初めて知ったのでどういう方なのか私を愛してくださっていることを分かるけどもっとよく知るためには聖書を読もうと思いましたそして毎晩夜ごとに聖書を読みました最初,は最初はどうしても本だから最初から読もうとしたんですけども教会の方が私にアドバイスをしてくださいました聖書は一度も読んだことがないんならヨハネの福音書から読んだ方がいいですよということでヨハネの福音書どこだろうと探してみたらちょうど本の真ん中あたりにありました。 また、曖昧な部分から始まって読むんだったら一番初めから読むかどっか段落のところから読まなきゃと思ったんですけどいや違う、あなたはいつもあ自分のやりたいようにやってきたからじゃなくて今回は、えー、そのアドバイスを受けましてで本当はヨハネから読めと言われたんですけどマタイから読みました、新約聖書から。 聖書がすごく難しくなくてスラスラ読めたんですねこんなに簡単で読みやすいのなんでこれまで読まなかったんだろうと後悔しましたで読んで明け方まですごく読めるんですねであ寝なきゃと思うんですけどもずっとずっと読みたくなるんですでずっと聖書読んでて鏡をある時に見たら自分の顔が輝いていました よく教会に行って信徒たち見ると顔が輝いている人がいるんですけど私の顔もそういうに輝いてましたであ私の主人は私じゃなくて神様だからだから顔がきれいに輝いてるのも当然だなまた私が今眠らず聖書を読んでても私の主は神様だからいいなと思ってましたで寝ないでまたすぐ教会の方に神様のいる教会に行きました毎日毎日。 また業界に行く時に空を見上げるととても美しいんですね40年の自分の人生の中で一度も空を見たことがないんですでも空を見ながらあの三国あそこに私の家もあるな私の未来があるなということで喜びました体調が悪い時にはもうバスに乗ると車余裕をして入った時もあるんですけどもであっ 吐きそう吐きそう吐きそうもう吐いて口の中に出ちゃったと思ったんですけどその瞬間「あこの体は神様のものだ神様のこの体神様がもう好きなようにしてください」って言いましたで抗がん剤の中で一番ひどい吐く薬なんですけどそれをずっと飲んでたんですけどもそれでもなんとか耐えられました でバスの中で私の体は主なものですから好きにしてくださいと言った後そのあとからはバスに乗っても全く吐き気がしませんでした聖書の御言葉を実践する最初の第一歩でしたそれから一生懸命教会に通い始めたんですけど行くと「イエス様がどういういい方かもっと知りたいんですね私をすごく愛し十字架につけられたんですけどもある日は夜眠ろうとしたらイエス様の愛が感じられて眠れませんでした」。 で40歳になって初恋みたいな感じです20代の誰かを愛した時のような感情を持って「イエス様会いたくて会いたくてしょうがありません」って告白してました。である夜は「こんなに私はイエス様を愛してるのにどうしてイエス様の顔は分かんない知らないんだろう」って思いました。でイエス様の絵があるんですけどみんな違うんですね。ある絵は髪が長くて短くてて短 一体どういううい顔がイエス様なんんだろうと思ったんですねで私天国に行ってイエス様顔分からなかったらどうしようと思ったんですけど神様がどっちみち私の方を見て誰なのか分かってくれるからと思いましたでいつでも三国に私を呼んでくだされば私はいつでも行きますよというのが3週間ずっと考えちゃんと眠れずまたご飯も食べれず大変だったんですけども3週間。 1グラムも体重は減りませんでした。で病院に行ったら、三次抗がん治療の結果は希望がありませんでした。そろそろ死を迎える準備をしてくださいと言われました。それで、ついにイエス様に会いに行けいるなと思いました。で完全に神様の愛に溺れて、もう天国に行けるからということで、自分の片身も全部整理しました。自分の、えー、部屋も全部整理して、 でその後第4次抗がん治療6次抗がん治療の結果を聞きに行ったらお医学的には今はその時よりもいい薬がたくさんですけどで出たんですけど以前は骨にがんが転移したからもう死ぬしかないと言いました。 手術できる部分は胸と脇リンパ節しかないんですけど、そこは手術できないのが骨と肺にも転移しているので、手術してもしょうがないって言われたんですね。でも、お医者さんが言うにはその6時抗がん治療をした後、癌が,がなくなったから、早く今のうち手術をしましょうって言いました。骨にある癌は絶対なくならないから、期待もしない方がいいですよって言われたんですけども。 その時にお医者さんが癌が,がなくなった。骨にって言われたんですね。それであれ、癌が,がなくなったのになんで手術するんですか？って聞いたら人間が。結局！手につけないところ、骨は治らないんですけど、それは神様が治してくださった。でも胸とリンパの方、リンパの方は？ がんがそのまま残ってるんですすねそれは人間が手術ででできるところですでも恐怖にもう陥ってしまいました「女性だから胸を切られるの嫌なので嫌です」って断ったらお医者さんが「早く今すぐ手術しなきゃいけません」って言ってでその時私が何で怖かったんだろうって思うともう一回自分で考えたら私の肉体の主人が自分自身だったんですね。 だからもう一回祈ろうと思ってお医者さんにお願いして1週間実感くださいって言って教会に来ました「神様私の体神様に捧げたいんですけども自分が自分の体の主人公になってますあるじになってますこれを考え方を変えさせてください」って言いましたであそのお祈りの過程で気づきました。 神様私の体は神様のものですからで。神様はこういう気持ちを私に与えてくださいました。胸も私にくれたでしょ体すべて私にくれたでしょであ神様分かりました。すべて神様のものです。ありがとうございますって言いましたらその時から胸がとても安らかになりました。 でイエス様も私の体骨のがんを治してくださったんですね。でよし分かりましたじゃあ私も手術を受けましょうっていう覚悟をしまして手術を受けたんですけども神様が関わってくださるなら私の胸の手術もきれいにしてくださると思って手術を受けた後と。 がきれれに切除さままししたたって言われましたもう病院来ることもないですよって言われましたでも1年半の間再発防止の治療をずっと受けましたで1年半後にまた再発してしまいましたでも私はもう死んでこれはあとはおまけの人生だと思ったので手術を受けた後もう私は 新しい体に生まれ変わったこれからは神様のために生きると覚悟しましたなぜかというとイエス様を大好きだから愛しているから私が大好きな方は何を好むかというと人々の魂を救うことを願われているんですね一人一人を救うために十字架につけられたその方を喜ぶことは何か 人々の魂を伝導することだとだ思いました。でも私、伝道するの嫌なんですよ。でも、イエス様が望まれるならやります。なぜかというと、私はイエス様が大好きだから。で、人生の中で、私がピアノに一番すごく時間を費やしました。一日に5時間から8時間、大学で専攻したので、ずっと練習してたんですけど、それももう諦めます。 でピアノがないと私はダメなんですけどもこれも全て神様に捧げますって思いましたで宣教をする時に簡単な楽器ウクレレおかわりなペンフルートこの資格を取って主が私を宣教地に送ってくださるだろうと思ったんですけど1年半後に再発してしまいました再発後に宣教地に行けなくなりましたで後で神様が私に教えてくださったのが 私はお祈りをすするのををそれままででではうまくできなかったんですねお祈りをしたことがないんですけど教会に行くともう他の人がお祈りするのを後からついてやってるんですけどある日主のために宣教をするために楽器をどれにしようか選んでたんですけど教会を自分の人生の中で毎日嬉しくて。 で御霊が臨在してたんですけども以前のように宣教地に行く楽器を選んでいながら自分がまた主になってるなイエス様もあんまり追い求めてないなと思いまして教会に行ってあ私ががお祈りがちゃんんとでできててなないからこうなってるんですね私に意見をください」とお願いしましたら次の日の明け方 私に意見の代わりに悟りをくださいました。がん患者に会うためにお祈りをするために座ってお祈りしてたんですけども、それまでは長くてもお祈り5分10分しかできなかったんですけどね。5分間、なんてお祈りしよう。がん患者、私に会いに来るそうですけど、彼女を生かしてください。で、私が話すと、この人は死んでしまうので、私が話すんじゃなくて、主が話されてください。 私自身は空です中の中身は臨在神様がしてくださると言いましたでもお祈りをしたんですけども気づいたら1時間半でしその時に悟らせてくださったんですけれどもその時わんわん泣きました神様がまた私がまた神様のことを判断してしまった神様に求めなさいと言うから神様がこれを やってててくくださたたからあなが勝手ににしししいいいという,ふうにお祈りしていましたでも神様に全てを明け渡したら神様の見心通りについていたと思うんですけれども私が全部決めてしまった遺言をするからといっていいわけではない遺言ができたらいいんですけれどもでも実は遺言したかったんですけれどもよく考えてみたら遺言をする人が羨ましかったんですでも神様にこう言いました私にそれくれなくても大丈夫です 私がどんな場合においても主となることを諦めますそしてこの魂を救ってくださいというふうに祈りました神様が御業をなしてくださいというふうにお祈りしましたそしたらそれを神様が喜んで聞いてくださいました今はどのように祈ればいいのか分かりますというふうに告白しましたそしてその後から毎日3時間お祈りするのが大変じゃない状況になりました 夜中に起きますとまず賛美を捧げます生きていらっしゃるのは知っているんですけれどもなんか変な感じもするので不自然な感じもするので神様に「神様」っていうふうに会話をしながらそしてお祈りし賛美しそういう形でしたでこれを叶えてくださいこうしてくださいじゃなくてこの魂神様の見心通りに生かしてください神様の 見心ならば生かしてください魂の名前を呼び上げて神様が主であられるということを信じて神様生きておられる神様復活された神様を信じることができますようにというふうにお祈りしましたそして神様が命令されたスケジュールじゃなかったらすべてうまくいかないようにしてくださいというふうにお祈りしました。 そしたらその後からは少しずつ歩調を合わせることができました。神様が導いてくださいました。がん患者に導いてくださいました。私が行って御言葉を伝えますというふうに考えていたんですけれども、その後からはまず神様に祈って、そして私が謝ったことを言わないように助けてください。神様の御心どりになりますようにというふうにお祈りしました。 その後からは毎日がん患者に会うことができました、そして神様をがん患者が受け入れたら、その後はすぐ授業を行うことができるようになりました。授業は 私がそのオカリナとか自分の欲望どりにやろうとしたんですけれどもそれ全部神様に明け渡しますというふうに告白しました神様がこれを用いてくださるのであれば何かサインを与えてくださいというふうに言ったんですけれどもがん患者の方々がこれを学びたいというふうに言ってきたんですそれで月曜日から金曜日までスケジュールが組まれましたそのようにして毎日いろんなところで 神様が愛されているということを感じながら、蒼天祈祷会の時間の場合はですね、蒼天祈祷会は神様と約束しないと守らないかもしれない、他の人との約束は必ず守るんですけれども、だから毎日夜中の5時は神様に出会う、神様に会う時間だというふうに決めました。神様との約束だというふうに考えて、毎日5時起きました。賛美し 御言葉を読むとき神様が素晴らしい御業を見せてくださいましたでもそれにもかかわらず1年半後に再発してしまったときに本当に怖かったんです再発するかもしれないということでいつも無菌室の診療室に行ってたんですけれどもなんでイエス様を信じているのにこんなに恐れるのというふうに思いながら聖書を読みました 呼ぶ気を読んで安心してという形だったんですけれども1年後に再発しましたというふうに言われましたよりによって治療ができないその骨そして私がそのもともとあったところなくなったところにですねその再発してしまったんですそしてまた不可能だというふうに先生に言われました治療ができないと言われました でも、これが私も初めてだから説明ができない、もともとがんがなくなった場所から再発するケースがなかなかないんだけど、本当に骨だけに再発してしまった、だから治療する方法がない、しかもこれは初めてのケースだと言われました、その時に私はこう思いました、神様が私にメッセージを送ってくださってるんだ、1週間、お祈りした内容でした。 がん患者に会いながら喜びながら会っていたんですけれどもイエス様があなた方の主でいらっしゃいます主でいらっしゃいますというふうに喜んで語っていたんですけれどもある方は喜んで受け入れる方もいらっしゃいましたでもある人が「あなたは完治したからそう言えるんだ」というふうに言ってきましたでその瞬間がん患者のその 現実ですね苦しい現実、よく分かっているんですけれども、この人たちにもっと大きなストレスを与えたんだというふうに思って、私を送らないでください、行きたくないですというふうにお祈りしたんです、でもまた、自分が自分の主になってしまったすみませんというふうに悔やり諦めました、でも私を生かしてくださった理由ががん患者のためであるならば、私を助けてください、私を送ってください、喜んで行けるようにしてください、喜んで伝道できないのは主のものではないと告白しました。 その時再発したという言われた時そしてこれは初めてのケースだと言われた時神様ががんを通してサインをくれたのかなと思いましたがんがプレゼントですという言葉が思いつきましたがんにかかっていなかったらイエス様を信じなかったと思うんですけれどもがんにかかったことによってイエス様を信じました本当は地獄に行くかもしれなかった けどイエス様を知るここととにににななっって天国に行くことになっただからイエス様神様ががんを私に与えたわけではないとしてもとにかくそれを贈り物として受け入れてがんを私,の私への贈り物だというふうに受け入れて神様が許してくださったこのがんも許してくださったというふうに思いになりましたそして私が絶望したら駄目だと思いましたそしてそのがん患者のところに走っていきました。 以前は大変ですね大丈夫ですかというふうに言ってたんですけれども私もがん患者ですというふうに言いましたそしたらその方々がもう少し心を開いてくださいましたそしてもっとその方々を理解することができましたで骨にがんがあるというのは本当に最悪な状況なので堂々と言えるようになりましたそのようにしてどんどん働きをうまくできるようになりました その状況の中で神様が私に与えてくださったのはいろんな集会の依頼もあったんですけれども集会しているうちにどんどん仕事をいろんな働きをさせてくださったんですでもその度にどんどんがんが大きくなっていきましただからこれが終わったら神様が私を見せてくださるんだというふうに思ったりとかですねそういう日々の繰り返しでした。で先生が 余命宣告を受けたらどうすればいいんですかというふうに聞きましたそしたら抗がん治療を始めたらそれは余命宣告だというふうに思えばいいということでした抗がん治療は臓器を治すそういった治療なのでその抗がん治療を受けた時にあとうとう天国に行くんだと思ったんですけどまた集会の依頼が来ました2015年に がんの,の痛みが始まったんですけれどもがんの痛みが初めて発生した時にその時喜びませんでしたしかも本当に恐怖に駆られて夜自分一人の時体中の骨が骨盤の骨から痛みが始まるんですけれども骨盤の骨が一番深刻で右側がもっと深刻もしこの右側の骨盤の骨がな悪くなってしまったら 歩けなくななくるかもししれれいいという,ふうに言われましたでも私それを無視して歩き回りましたでもその瞬間頭の中にそれが残っていたんです右側の骨盤の痛みが始まった時に先生が私に言ったその内容が現実になるんだと思いましたこれが骨盤が壊れてそして折れてしまったら大腿部を通して 動脈を刺して即死するかもしれない、そういうことが頭の中にずっと回っていました。で、こうやって死ぬんだと思いました。苦しい、痛い。でもこれまでのその交換治療の副作用よりももっと辛かったんです。すごく痛かったです。で、こういう痛みを一般の方は絶対に経験できないだろうな。がん患者本当に大変だなというふうに大変だということに気づきながら、 本当に神様、どうか痛くないようにしてくださいとお祈りしましたでも、どんどん痛みが激しくなるんですそれで途中で諦めてしまいましたまた私がこの体の主となってしまったんだどうやって神様に捧げればいいんだろうと悩みましたで祈りました今日だけ神様どうか生かしてください今は私の体自分がこの体の主になってしまっている。 だから明日、ちゃんと神様に委ねるんで明日まで生かしてくださいというふうにお祈りしましたで次の日ベッドから降りたんですけれども歩けない状況でしたこの足は本当にもう使えない状況になりました骨盤の方から本当に苦しかったのは私は障害者になってしまうんだということですごく怖くなりました 誰かが私をケアしてくれなければならないどうやってけば生きていけばいいんだろうと思いましただったら死んでしまいたいと思いましたでもその瞬間教会に行こうと思いましたでその時ちょうどとにかく病院に行って その痛みが始まったら危険だから危ないから病院に来てと言われていたので病院に行きましたで今はもうこれ以上歩いちゃダメだめだベッドで横になっていなければいけないというふうに言われましたでも私は教会に行くというふうに言いましたで教会に行っても横になっているので行かせてくださいとお願いしてで松葉杖もなかったので荷物をこう松葉杖のようにして 歩きまししした。た。そして階段もすごく大変でした歩けない人本当に大変だなというふうに思ったりしましたそして2階に上がって座ったんですけれども体がどんどんこう斜めにどんどん横になっていくんです。それで 先生が私の話を聞いて、今、姉妹が再発して大変な状況だ、だからみんなで使命を全うできるようにお祈りしましょうというふうにおっしゃいました、それでみんなで一緒にお祈りを始めたんですけれども、その瞬間、感謝します、鳥なしの祈りを受けることができて感謝しますというふうに告白しました、そしてその瞬間、何やってるのイエス様、愛してるじゃない。そして神様に全部捧げたじゃない。 この体は私にすでに神様が復活の体を与えてくださった天国に行ったら朽ちることのない体を与えてくださる神様と一緒だだからその体に向かっていくということ分かっているにも怖いの歩けなくてもいいじゃないというふうな。 考ええが与えられました神様が最高のプレゼントを与えてくださったその過程をすべて経験しなければならないのであれば何か理由があるはずだ正直言って死んでしまいたい歩けないぐらいだったら死にたいというふうに思いましたでも私が一番嫌なこと神様どうかなさってくださいとお祈りしましたそしたら体中の力が抜けてびっくりしました私が2本足で歩きました全然痛くなかったんです そして毎晩痛みがあったんですけれども全然怖くなりませんでした痛いけどこれは神様の体だ大丈夫だ全然平気だされ悪霊どもよされというふうにお祈りできました絶対あなた方に負けないイエス様が十字架につけられた時にその流した血潮もにも恐怖を感じた悪霊ども 絶対負けないというふうに毎日毎晩お祈りしながら勝利しました神様神様眠れるようにしてくださいというふうに祈ったりとかですねそういうことを繰り返して8ヶ月後痛みがもう来なくなったんですけれども癌がもっと大きくなりましたそれで気づいたことがあります御言葉ばはイエス様が御言葉ばだというふうに。 神様の御言葉が神様と共にあった、そして体を持って、肉体を持ってこの地に来られたというふうに書いてあります。だから、を御言葉をしっかりと読む人たちには悪霊どもは近寄れないというふうに思いました。イエス様を信じて握りしめている人、もし大変だったらヨハネの福音書を聞いてくださいというふうに、がん患者の方々に言いました。 そそのの言をを聞く患者は解放されるその姿を目撃しましまた私がそのように御言葉ばを握りしめた理由それはイエス様をそれを通してイエス様を愛することができるようになったんです。誰か,こう愛誰かを愛するようになると全然他の人の話が聞こえないんですよね。 誰の邪魔もされない誰にも邪魔されないだからイエス様を今愛することそれが本当に重要なんですというふうに述べ伝えましたここにがん患者の方々いっぱいいらっしゃると思うんですけれども慰めの言葉その心は分かるんですけれどもその方々にとって一番大事なことそれは自分自身があまりにもかわいそうだっていうふうにずっと考え続けることだと思います神様はイエス様はこの地で 私たちがこの体を治さなければならないというふうにずっと考えてしまうと悪霊に負けてしまいます。私たちは霊的な存在なので、どのように戦うべきなのか、それは私は死んでも大丈夫、倒れても大丈夫、全然大丈夫、私はどうせ復活するんだ。私、少し怖いかもしれないけれども、絶対負けないというふうに宣言するんです。私がいろんな働きをしているときに、 イエス様がこうおっししゃいました人生の優先順位は何かというふうに聞かれましたで「ミニストリー働きです」というふうに言ったんですけれども前はイエス様を愛することが一番だったんです今はミニストリーが一番だそれで悔やるためましたイエス様が私がイエス様をすごく愛しているからそういう場所に私を送ってくださった。 私私が愛してているから私を送ってくだささっったた使わせてくださっただから今は働きが重要なのではなく神様を愛しそして私を通して神様が働かれることそしてこの病気に勝利すること病気に勝利するということは死なない痛くないということではなくこれからこの病気から自由になり解放されることイエス様神様は絶対に負けることがありません私たちは絶対負けません。 とと。にかく、祈ららなななければならないこと、まあ、新型コロナも今大変なんですけれども、えー、礼拝の回復のためにも祈らなければなりませんそして今大変な方々病気の方々もいらっしゃると思うんですけれども神様を 愛さななければなりません。神様は絶対私たちをお捨てになりません。私たちが勝手に裏切ったりとかですね、拗ねたりするんですけれども、神様は絶対私たちを裏切ることがありません、それを忘れずに、御言葉を悟るのではなく、御言葉をそのまま信じて行ってください。私にいいものをくださる方、だからそのまま私はやりますというふうに宣言してください、そしたら神様が見業を見せてくださいます。 すません時間となりましたのでここまでとさせていただきます皆さん今日こうやってお会いできて本当に嬉しいです神様を誇るそういった時間なのでお祈りして終わりたいと思います神様ありがとうございますこの場に集まった信徒の皆さん皆様神様を主として迎え入れたそして主が私たちを裏切らないということを知っていますだかかららこの瞬間から神様を愛しそれを 以前に私たちが自分自身の主となっていたその習慣を捨てることができますように神様に対するその愛とそして祈りが絶えることがありませんようにそしてこの国を救ってくださいすべての民を救ってください神様の見技御胸がなされますように感謝してイエス・キリストの皆様にお祈りします。アーメン